朝に弔いの雪が降る。名前は慶次郎で、生まれは、1955年生まれです。7年目、今年で7年目、だから2016年の2月に公示した。その前は2年半ぐらいホームレスの状態で、でそのやっとった場所は四国のお遍路しながら、結局お金がなくなって、で結局それでも四国は、お金がなくても四国のお遍路では食べることができるか、そうやって歩いとって、もう自分でもうそのまま死んでいこうと思って、でミイラになろうと、ミイラね、ミイラになろうと思って、何も食べなくなって、木の実と草だけを食べて、昆虫食べて、それでも死のうと思っとったんやけども、ある日ここまででええんちゃう、すぐ来た方がいいんちゃう。ある日その、いつもとタバコだけやめれなかった、タバコだけね、やめれなかったもんね。タバコを1週間にいっぺん山から降りてコンビニへ買いに取った。でその田んぼ畑のとこでおばあちゃんが座っておにぎり食べた。俺を見かけて、お遍路さんおにぎり一つ食べなさいって言われて、四国のお遍路はもらうもんは断ったらいかんから、いただきますありがとうって言って、そういえば何日も食べてないな米はと。で口にこうつけたらすごく甘かったんよ。甘くて急に食べたら病気なんとか胃がおかしくなるから、そっからコンビニまで2時間近く歩いてちょぼりちょぼりと吸ってった、口の中で溶かしてや食べてって、コンビニについてタバコを買って一服吸った時のタバコがうまかったんよ。今までその木の実食っとる時の感じじゃなしにご飯食べた後で、その感じが良くって、その時に俺はもう一回生きてみようと、このまま誰にも認め、誰もいなくて一生終わるんじゃなしにもう一回生きてみようと思って、それからまたホームレスしながら歩いて、で川崎にたどり着いた。いろいろは運用曲決断ね、そういうこと。マキタと俺は信頼のインパクト、業績も上がるいい角度、今何が辛いんだ、雑念と無駄削るグラインダー、世の中はほとんど溶接とボルトでできてる鋼鉄の鎧。なぜ釜ヶ崎かっていうと、四国の遍路を歩いた後に最後に高野山家行って、消し岩つって報告せながらな、歩きましたよと、それの報告に小屋さん行ったわけで、行ってでお金がないから泊まるところないなくって、うろうろしとったらお寺一つ紹介してくれて、でそこのお寺行ったら泊まっていいよと言われて泊めてもらって、で、ご飯も食べさせてもらって、で朝起きたらそこのお坊さんが、大阪までの電車のフリーパスをくれたわけで、そのフリーパスをもらって大阪まで来て、で大阪で難波で3日ぐらいいて、でお金がなくなってきたから、漫画喫茶わかるね、漫画喫茶を転々としとって、でこれは何でかっていうと、自分が仕事してた時のポイントカードがあったもんで、それで泊まって、だけどその時に不審者扱いされて追い出されて、で出て夜岸の里多摩出てところから夜中に歩き出したら、コインランドリーがあって、夜中にコインランドリーふっと入って、寒かったから2月やったからね、寒いでコインランドリーで休んどったら、一人釜ヶ崎の
人が、西成に住んでる人が来て、俺もエンドの格好しちゃうから、兄さんもエンドかって言って、そうですって言ったら、俺四国やって話で話になって、でその時にその人が、玉でのスーパー玉での半額弁当をたくさん持っとって、俺何も食べてないからお腹減っとったんやけど、ふっと見たら兄さん一つ食べようって言っていただいて、で行くとこないんだろうって言うから、ないですって言ったら、ずっとこの線路の高架、南海線の高架下をずっと北向いていくと三角公園ってのがあると。で今の季節なら日を焚いとるから、焚き火をしとるから、そこへ行って、とりあえずまあそこへ行けって言われて、そうしますって言って歩き出して、北へすぐ分かった、日が出とったで、あここやなと思って三角公園行って、でそこへ行ったら、その辺はたくさん人がおって、お遍路の格好してるから、兄さんお遍路してきたんかって言ってくれた人がおって、ここへ座れって、椅子まで出してもらって座って、いろいろ喋っとったら、お前行くとこないんだろうって言われて、いやないんですって言ったら、行くとこなかったら山田みどるっていう名前を教えてもらって、で行って、でそれから支援、あ山田みどるのその支援機構のお世話になった。盛り上がったらないんだな。じわっと燃えてくる。なあ。釜ヶ崎芸術大学っていう山田さんの奥さんがやってる芸術大学があって、でそこでアートっていう世界を初めて知って、でそのアートで。いろいろ活動することによって、参加することによって人のつながりができてきて、で支援機構による、あ若い人おるやん、若い人たちがおるから、その人たちのこれからも僕が生きてる間、もうこの年で主役、表舞台じゃなしに、あのサポートをしてあげたいなと思って、これから先はサポートをして、だから事実こう3年ぐらい前から若い人のサポートを、自分なりのサポートをどんどんしていったろうと思って、うん、それがこれからの目標、楽しくなってきて、でやっぱりその一つだけ言えるのは、心、物もお金もないけども心が豊かになってくる、これが一番だなと。でこの豊かな気持ちのままで、素直な気持ちでこれからの若い人をどん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 サポートしてったろう。